どうも、北山水泳です。はい、すごい記録が出ました。はい、1500メートル自由形短水路女子世界記録が出ました。これはすごい記録ですね。記録はこんな感じなんですけども。はい、元々の記録がね、15分18秒です。はい、つまり、レゼッキーが世界記録を10秒近く更新しました。こんなことってないですよ、なかなか。これでなんでレデッキーがこんなにタイムを大幅に更新したかと言いますと、レデッキー今まで実は淡水のレースってあんまりそこまで出てなかったんですよね。で、今回1500で淡水路の試合出ますと。で、まあちゃんと合わせて泳ぎますということで、今回なんと凄まじい記録15分8秒が出たんですよ。15分8ってもう僕が現役の時普通に負けますからね。はい。普通に負ける。もう余裕で負ける。僕のベスト15分15、6やったと思うんで、負けます。レデッキー負けます。はい。やばいです。はい。えぐいタイム。しかもですね、1500の中間ラップ、800までの中間ラップを見てみると、はい。8分00秒で回ってますけども、800の淡水路世界記録は7分59秒です。なので、もう途中のラップ、中間ラップですでに、8振りの世界記録まで残り1秒のところまで来てるんですよね。なんで、まあ、実際800の淡水に出れば100万%世界記録出ますっていうところです。はい。レデッキーね、今まで淡水の試合出てこなかったんですけども、別にレデッキーね、淡水が苦手ってわけでもないんですよ。ターンも上手いし、まあ、もう泳ぎはもちろんですけども、ターンもちゃんと上手いんで、まあ、淡水にしっかり合わすと、ここまでタイムが出るんだっていう感じですよね。はい。この大会ですね、今行われてますけども、今行われてる大会では他にもですね、速いタイムが出まくってますんで、まあ、日本人選手もちょいちょい出てます。なので、ぜひともこのレースはチェックした方がいいですね。サマーマッキントッシュが4個目でね、世界ジュニア記録出しました。超速かったです。はい。今回以上です。ぜひチェックしてください。